パズドラ究極コレクティビカムそこパズドラ究極コレクティビをご覧の皆さん、こんにちは、マックスプライです。半分バカにしてるよね、俺。バカにしてねえわ。パズドラ究極コレクティビをご覧の皆さん、こんにちは、コスケです。はい、今回は真面目な感じでいきます。え、うん、まあいいや。はい、え村井さん、多分ほう別に僕、村井さんのこと舐めてるわけじゃないんですけど、絶対お知らせ見ないっす。見ない見ない。はい、そんな村井さんにですね、ほう、あの山本さんがランク888になったっていうイベントが明日から。明日からなんだ。はい、多分おそらく今日、僕と村井さんが撮ってる今日月曜日、祝日なんですよ。はい、何の日か知ってます？成人の日。正解。成人の方おめでとうございます。新成人の方おめでとうございます。はい、で、まあ、明日から始まるイベントを、まあ、ちゃんと村井さんに確認していただいて、これはやっといてくださいね、これはまあ別に気分が向いたらみたいな、ちゃんとあのやっぱこういうゲーム、うん、イベントをしっかり一つ一つこなしていくと強くなる、間違いなくね。立派。無課金でもね。立派。ちゃんとだから理解しないといけないんですかね、っていうところで、まあ、僕自分のチャンネルとかだったら、あのこういうイベントありますよみたいな話、まあ雑談みたいな話はしてるんですけど、まあ村井さんに向けてですよね、これをやっといてくださいねみたいな話をしていきたいなと思います。村井に向けてと見せかけて、視聴者の皆様に向けている。あ、そうですね、半分そう。そのネタ話知らないですか。いきますよ。はい、まず88個ですね、1周もらえますよって。で、今月って確かなんかいろいろまたイベントがあって、2周年に向けて、でそれがね90何個だったじゃないですか。てか前村井さん一緒にあのガンホーさんで、あの山本さんたちとやった、うん、覚えてないですよね、きっと。やった、うん、覚えてます。いや、うん、うん、結構もらえる感。だから今月だけでこのイベントが加算されて石が200個くらい手に入るんじゃないですかね。すげーな。はい、で、まあスーパーゴッドフェスに関して言ったらまた10個だね、スーパーゴッドフェスって時点で、ま、任せます。あ、自由にやっとく。はい、で、友情ガチャの特別ラインナップ、これもね、中身わかんないんでわかんないんですけど、とりあえずこうランダンやりますよと。また、うん、出たね。どうします、落ち込んなしで。パーティーは自由なのかな。これ詳細見ますでしょ、書いてあるのかな。パーティー消し方ボーナスとかが、まあ前も変わらず入ってますっていうところで、あのパーティー固定です。おお、こちらになってます。ヤマピーはそんなに別にコンボが得意な感じじゃないのに、すごいコンボリーダーできたね。どうしたんかね。そのさらっと山本さんをディスる。ディスってない、ディスってない、全然ディスってない。はい、まあ、とりあえずバステット懐かしいですね。これなんだ、これパレパズチャレがなんかであったな、このバステと昔。アップバンク杯じゃなかったでしたっけ。アップバンク杯は、あれ、ギャンブル明治でしたっけ。いや、アップバンク杯はあれだよ、すごい、儲かりそうな神様。儲かりそうな神様、五穀豊穣みたいな神様、クシナダ姫。あ、クシナダでしたっけ。コンボ、コンボ、コンボ、コンボみたいな、うん、天狗が2体いる。天狗2の天狗になってるってことじゃないですか、これ。アンになんか俺は俺も888っつって、そういうメッセージ性がこのサブモンスターのチョイスに実は入ってるんじゃないか。だスキブ多分さ、ラストボスでバッキス打てるようなスキブ調整だと思うんですけど、これはい、そんな感じですね。はい、まあとりあえず頑張れる分だけ村井さん頑張っていただけると。あ、ちょ、あ、ただこれ無効貫通持ってるキャラとか一応これパッと見いないんで、ツーウェイとかがメインになるんじゃないですか。あとは属性強化あるかな。あ、あるか、あるかな、確か。でもツーウェイ50点とかだと、いやでもまあツーウェイが多分メインになるんじゃないですかね、絶対は。あんまり消し方ボーナスで得点が取れない形になってると思うんで、まあ本当に早くクリアした方がいいのかな、うん、平均コンボ数だとか。あとはね、でモンスター交換所に、これやばいんですよね。やばいか。うん、あのみんな交換したくてしょうがないのか、神とか。いや、悪魔っすね、今多分。悪魔、あの異形とか、あの闘技場、裏闘技場とか新しい、ね、あの三神化とかで、あのやっぱ悪魔キラー最近その今一番貴重じゃないですか、多分悪魔キラー。うん、俺には分かんねえぜみたいな顔しやがって。キラーと遅延耐性とかをたまに交換してるからね。どういうことですか。あのトレードですか。はい、トレードで。まあ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 、まあ、ただこれ交換一度きりなんで。まあそうっすね、何、ただ分かんないんすよ、うん、なんで交換ができるのかっていうのはこの画面からだと。例えば、ああ、なるほどね、うん、
何と交換できるの？例えば全くいらないその遅延とか、あ、いらないわけないんだけど、そのキラーと交換できるのかとか、ね、まあ、ちょっとね、いまいちこれに関して言ったら分かんないので、で、これ対象男女のモンスター経験値8倍になりますよっていうところ、まあレベリングの際にご利用くださいなんですけど、村井さんはレベリング最近どんな感じでやられてるんですか？私はレベリングしてない。はい。私はレベリング興味ない。あ？そういう話じゃなくて、いやでも村井さんさっきあのレベリングって何？モンスターのレベル上げるってこと？はい、そうです。ランク上げじゃないです。あ、ランク上げじゃない方ね。はい。レベル上げは、はい、ノエルとかでガンガンガン。うん、なるほど、了解です。ああまあまあまあいいんですけど、まあ8倍なんで意外とダンジョンで何回か回るだけでもレベル最大になるってこと、うん、結構これはいいっちゃいいんですけど、日によっては、あ、うん、ただまあ意外とやったことがないからやってみたらすごいなんか実感するかも。あ、そうですね、ぜひやったことがない、それも一度やっていただければまあいいかなと。まあ、ただそのレンマとかを周回できればいいんですけど、一番いいのは、わかります、レンマの闘技場ノマタンの一番上に入って、あで、あの1周600万経験値が多分ニューついてる、大丈夫です、一回もやってないはず、ニューついてる。で、予備ダンジョン、まあ、リニューアルすんだ、うん、ね、オール予備ダンジョン、これがね、ちょっと今回の個人的には一番の目玉かなと。やっぱその慣れ親しんだ曜日ダンジョンが、あ、てかこれそうか、そういうことか、ごめんなさい、ちょっと私認識違ったんですけど、土日って曜日ダンジョン選べるようにガーッと来てるじゃないですか、ね、あれがリニューアルされて多分一つのダンジョンにまとまってくるんでしょうね。え、やばくね、あ、だから難易度がいくつかあるってことか、はい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 、多分これまで以上に効率よく進化素材が集まるようになってますよっていうところ。ただあのダイヤドラゴンフルーツなんですよね、問題は。みんな言うよね、うん、ダイヤドラゴンフルーツ足りてないっつって、あの僕一番闇見た時、半日12時間木曜ダンジョンずっとやり続けてゼロの時あったんで、うわ、いや、あの出ないんじゃねえかってさすがにね、その日はね思ったんですけど、まあ出るんですけど土日のタイミングで、まあ本当に出ない、一番闇、うん、で次3人でワイワイ協力プレイ、でもお友達が僕も村井さんもいないんで、そうやな、はい、これ残念ながらできないっすドンマイとしか言いようがない、うん、死にたくなった自分で言っといて死にたくなったわ今いや、しょうがないしょうがない、はい、で、テクダンランク経験値4倍、これもね村井さん多分やらないんですけど、でもやらないと思うんですけど、でもあの私には関係ないダンジョンだって思うのやめといてくださいね。私このチャンネル、あのガチャゲンじゃないキャラクターを使っていくって言ってるじゃないですか、はい、はい、マシンノア、カラクリゴエモン、マシンやってるのはゼウス、ヘラ、全部使う？使う気満々ですから。おー、はい、え、ちなみにはじめ社長がランクを上げてたのはマヘラよね、はい、そうそうそう、確かマシンヘラって言ってたよね、はい、そうです。で、まあランク上げに関して言ったら、まあ、あの一つのね、あのマイルストーンみたいな感じで目標を立てて、あのやってプレイングしていく人がいいとは思うんですけど、ただまあ村井さんそうじゃないですか。そうだね、私は ランクにそんなにモチベーションを感じないからね、うん、まあ、なんならランクを上げようと思ったら多分村井さんね、職辞めないといけないと思うんだ社長とか相談なんか取締役とかやってらんないと思うんで、はい、ちょっとこれはね、はい、いいんですけど、ただランク上げじゃなく、うん、キャラクターのスキル上げはいずれするんで覚悟しておいてくださいね。これに関して言ったら、はい、頑張りましょうって将来的に。で次、降臨男女ランク、これもね、ランク経験値なんですけど、村井さん、ランク今500いくつですよね。まあ、いずれどっかのタイミングで、これを使って1時間ちょっとやってみて、どのぐらい今のランクから上がるんだろうかみたいなのはやってみても面白いかもしれないですね。ちょっとあの世界の、本当世界のね、ランク500いくつですか、今。560ぐらいじゃないかな。はい、500ランカーに夢と希望を与える。500ランカーにね。500ランカーにね、夢と希望を与える動画を撮ってもいいと思いますよ。ああ、俺すぐ600ランカーなれるんだみたいなね。で次、まあスキルレベルアップ6倍というような感じで、まあ紹介だったんですけども、まあ紹介っていうか舐めてっただけなんですけど、
今回のこの中で村井さんにまずちゃんと確認しておいてほしいのはこれなんですよ。モンスター交換所に潜在タマドラ8種追加なんで、これまあ一度きりなんですけど、これ全部しろとは言わないです、はいはいはい、交換。ただ上の神、ドラゴン、悪魔、この3つ必ずしといてください。なるほど。 できればマシンまでやっといていただけるといいかな。まあ、たまあ、ちょっとあと見ていいですか。どうぞどうぞ。余ってんじゃないかな、使ってないから。そんなにどこがや、なんかこの寂しい。余ってるでしょ。あの残ってるって感じですね。残ってる、うん、余ってるじゃない、これ残ってるっていう。普段使ってもねきっとそうですよね、うん、これは残ってるっていう感じですね。はい、なんでそうですね、神、ドラゴン、悪魔、マシンは交換しといてください。よい、はい、で、あとがまあランダンは村井さん、ランダンな。いや、王冠トレットまでは言わないんで、もう毎回20パー入りを目標にしてる、はい、そこでいいと思います。ただ今回固定なんで、うん、多分ね、いつもよりね、あると思いますんで、頑張っていただけると。固定の方が頑張れる。あ、本当ですか。あ、うん、まあ、そうですね、キャラがね、固定の方が頑張れるぐらいですかね。まあとりあえず村井さん絶対やっといてください、これで。次にまあ気が向いたらこれで、キャラクターのそのレベリングができてない子たちですね。まあ私あの LINE するんで、あの持ってるキャラクターの中でこいつとこいつとこいつはレベルマックスにしといてくださいねみたいなところでお願いします。任された。あとはまあランク、今回に関して言ったらそのイベントの傾向というか話ですると、山本さんがランク888になったっていうランク上げの、うん、ランク上げ、ランクを上げた結果のイベントじゃないですか。だからランク上げなんですよね、コンテンツが。あー、なるほどね、はい、ランク上げのコンテンツになってるんで。あとそれ、そう、それ言うの忘れてた。これだ、これだ、うん、これ、まずどれかかな。先日あの iPhone と Android が逆だったんですよね、はい、そうです、ラインナップ的に、はい、iPhone が先日はバルキリーとゼウスとアテナでしょ。そうです。で、Android が魔女だった。俺それ引いた時に知らなくて、あ、知らなくて、いや基本僕大体読むんですけど、1200円でとりあえずなんか石もらえる、あ、これ買った方がお得なんでしょって買ってて、ピッて引いたらシエル出てきて、バルキリー、はい、うわーって謎のリアクションをしたやったぞーそうそう、マジバカ消えたーっつってただのなんかマリオネットみたいになっちゃってて、バカだんこいつっていうはい、そんなことになると。ただね、窓入ってるんでね、これね。私これ引きたいけどな、サレーネ欲しいな。うん、ゼルが3体いる、リーチェは4体いる、はマドゥは1体、うん、リーチェ4体、リーチェ4体いる、めっちゃいる、リーチェ引き散らかしてんだ、はいはい、ベロは0、サレーネ0。なんじゃ絶対買った方がいいですか。サレーネは前回のコスケのあの動画を見て、あ、ドーン、そう引いておいていただけると、マルチやるときにありがたいかなと思います、うんうん、で、さらにその将来的に1時間ランク上げしてみるみたいな時もサレーネがいるとやっぱ違うんで、いいね、いいね、サレーネですね、村井さん、次はサレーネ欲しいね、サレーネですね、サレーネ欲しいね、そこをぜひ、すごい思ってる、サレーネが欲しいと、手に入れていただけるといいかな。全然究極攻略感ないかもしれないです。ああ、そうだねそれはもうプライベートだ暴力、個人の楽しみとして、はい、じゃあフェイトが、はい、まあ、まだ終わらないとはいえ今週で終わるわけですよ、はい、そうですね、今週で、はい、で、そのコラボガチャ、はい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 、私は白は別に持ってないんですけど、白はいいっすか、はい、いいっす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 か、はい、狙わなくていいっすか。いや、極力お金を使わずに楽しんでいく方向性でいきたいんで、僕的には、はいはい、全然そんなね、いいんすよ、ダイヤの卵とか。じゃあ私はもうここで打ち止め。あ、そう、じゃあ金でいいです。あ、でも、うん、金までで、じゃあこれ以上はしない。はい、いいです、いいです。ちなみにこのシンジさんが出てなかったね、前回。あ、シンジは大丈夫です、使わなくて。あの、うーん、多分シンジは、うーん、気にしなくていい。うーん、まあ、追っかける、追っかけるものでもない。いや、面白いスキルだったと思うんですよね、これ確か全場面ロックだったんですけど。あ、はい、ルーレットに対しての対策が一応シンジでできるんで、あとはまあ今現状その全盤面ロックって言われたら、何体かいるよね、私他の別キャラで持ってるよ、盤面ロック系は。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ大丈夫です。あいつペルソナコラボとかにね、いたんですけど、いるいる、うん、そいつらがいるんだったら大丈夫ですよ。誰だったかな、ちょっと覚えてないけど、
まあそんなところですかね。はい、そうです。はい、ということで、まあ今回のイベントの特徴もさっき言ったようにランク上げのイベントになってますんで、まあそのランク1000を目指せとかそういうところじゃなく、とりあえずじゃあランクがですね、まだ仮に2、300の人とか、うん、多分お友達にいらっしゃると思うんですけど、よかったらその協力プレイのスペシャルダンジョンですよね。あのマシンヘラ、マヘラとか、マヘラの、あの周回ってなってくると敷居がめちゃくちゃ高くなっちゃうと思うんで、うん、まあ、とりあえずこの降臨ダンジョンクリア8倍ですね、これをできればあのお友達のお手伝いとかもしつつですね、やってあげて、ちょっとその友達のモチベーションちょっとクッと上げて1時間で売れランク前のやつ100上げといていい？どんなセリフ。ぜひモテパズドラになってください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ナイトズの皆さん、高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。明日からも動画連日上がっていきます。その他もろもろマックスプレイチャンネル、アップモック TV、ひらがなアップモック、コスケチャンネル、概要欄にリンク全部入ってるので合わせてよろしくお願いします。さよなら。